ごきげんよう、あすままです。前回のコストコ購入編の続きで食料品のレビュー編です。お惣菜の2品と調理から盛り付けをご紹介しながらのレビューです。食べ方や感想は私個人のものですが、お買い物の参考にしていただけると嬉しいです。一品目はスパイスカレーチキン。カレーにこのお値段はちょっとお高い気がしましたが、買ってみました。桜鶏と玉ねぎ、ししとう、2色のパプリカが生のまま調味液に使っています。カレーに合わせて冷凍のナンも買っています。ナンは自然解凍で食べられますが、軽くチンして温めた方が美味しいです。カレーにはしっかり火を通してくださいとありますが、調理方法は書いてないですね。私はレンジ対応の鍋に入れてから500ワットで時々混ぜて様子を見ながら30分ほど煮ました。蓋を開けた瞬間の香りがたまりませんね。とても食欲をそそります。カレーで鶏肉が煮えたか分かりにくいのですが、煮えると鶏肉が小さくなりますので、それで判断します。スパイスが効いてはいますが、辛すぎず美味しいです。タンドリーチキンに近いです。桜鶏なので柔らかくて食べやすかったです。けどししとうが苦くてピーマンより苦かったです。あすままピーマン苦手なんですよね。頑張って食べますけどね。ナンとの相性は良かったです。ナン買って良かったです。ジェノベーゼペンネはコストコから帰宅してすぐに食べる分として購入しました。トマト、モッツァレラ、ベーコン、インゲンが入っています。トレイのまま500ワットで10分レンジにかけるだけです。ペンネの食感がいまいちでしたが、お味は美味しいです。ジェノベーゼにインゲンが意外でしたが、とても美味しかったので、今度作る時に真似しようと思います。パンはベーグルプレーンとそば粉ローフとマルチグレインローフの2種類のアーティザンブレッドを買いました。アーティザンブレッドとは熟練したパン屋さんが手作りしたパンという意味だそうですよ。クープの入れ方がかっこいいですね。これも真似しちゃおうかなと思います。ベーグルは主人が毎朝食べるので毎回買ってます。スライス係は主人です。今回のプレートもコストコ縛りですね。シーアスパラガス入りのスクランブルエッグにはカークランドのマニラソースをかけています。マニラソースとはトマトソースの種類で、これは酸味がマイルドで美味しかったです。パスタソースとしてはもちろん、いろんなレシピに応用できたので、マニラソース使い倒し動画もこの後アップする予定です。ミックスナッツでドレッシングを作りました。酢とオリーブオイルとオリゴ糖と胡椒をしっかり混ぜたら、砕いたナッツを混ぜます。ミックスナッツには塩分があるので、今回塩は加えていません。サラダに使った冷凍アボカドとデザートの冷凍ミックスフルーツはこの動画の後半でまたご紹介します。そば粉ローフとマルチグレインローフの2種類のアーティザンブレッドは50センチもあってずっしりしています。表面は石のように硬いんですけど、中はしっとり柔らかいです。どちらも素朴なお味で、しっかり噛むと甘みも感じますが、手作りのブラックベリージャムが合いすぎて本当美味しかったです。どんどん食べちゃいますね。今回もグレープフルーツ、パストラミ、シーアスパラ、すりおろしチーズドレッシング、クリームチーズなどコストコのを使っています。たくさん並べているのでよく豪華ですねって言われるので、少しだけ実情をお話ししますね。休日は遅めの朝食ですし、主人に合わせているので結構もりもり持ってますけれども、私はこの半量ぐらいしか食べられません。残った分はまた後日食べたりとか、主人が食べてくれたりします。実は娘も偏食がひどいので、こんな感じで違うものを食べています。うちの食卓はこんな感じでバラバラなので、あまり全体を撮影しないようにしています。なのでインスタには一人分のフォトが多いです。あすままはサンドイッチが好きなので、いつもこんな感じの朝食です。マルチグレインよりそば粉ローフの方が好みのお味でしたが、
はコロフの方が空洞が多いのと、形もサンドにはちょっと向かなかったですね。賞味期限が2日ほどなので、全部切ってからジップバッグに入れて保存します。期限内に食べきれそうにない分は冷凍します。すりおろしチーズドレッシングはセールだったので買いましたが、2本セットなのに賞味期限が40日しかなかったです。期限の確認は買う前にするべきですね。お味はチーズの香り豊かでクリーミーで美味しいです。サラダ以外にもガンガン使って期限内に使っちゃいたいですね。ライスコロッケとの相性も良かったですよ。このライスコロッケの作り方も次回の動画でご紹介予定です。チャンネル登録をお願いしますね。シルクスイートは前にセールで購入して気に入ったのでリピです。小ぶりなのが8本入っていました。レモン煮などいろいろ使えますが、私は炊飯器で蒸し煮にしています。この炊飯器、ご飯用とは別で調理用に使ってるんですけれども、ずいぶん前に3000円くらいで買ったんですけど、もうお高い調理家電より全然使い勝手がいいですよ。クックフォーミーとかいろいろ持ってたんですけど、この予備の炊飯器だけでも十分じゃんってことになりましたね。さつまいもも上手に煮えて、割ってみるとトロトロで、すごく甘くて美味しかったです。コストコの柑橘類はよく見ないとカビてたりするのであまり買わずにいたんですけど、このグレープフルーツは良い感じですし、1個あたり90円なので買いました。よくスーパーで安いグレープフルーツを買うとちょっと小ぶりだったりするんですけれども、これは一般的なグレープフルーツの大きさはあると思います。ずっしりしてて、美味しそうな感じがします。実際に切ってみてもとてもみずみずしくて、お味も申し分ありませんでした。剥いてから冷凍することもできますし、小さい容器に入れて冷凍しておけばお弁当にも便利ですね。ミックスフルーツはいちご、パイナップル、レッドグレープ、桃と珍しいミックスなので買ってみました。ジップ付きのパッケージでしたが、中身が偏ってしまうのが嫌なので透明なジップバッグに入れ直しました。自然解凍で食べられますが、私は半解凍ぐらいが好きです。アボカドは2袋に分けて入っていました。自然解凍で食べられますし、凍ったまま炒めることもできますよ。小さめスライスのバラ凍結なので使いやすいですね。こちらもジップバッグに詰め替えました。次回はマニララソースを使ったレシピ集を予定しています。ぜひまたいらしてください。最後まで見てくださりありがとうございました。